はい。ではね、文章題を2つ持ってきてみました。今回のテーマは、比例反比例の利用というテーマです。で、まずちょっとね、正体は明かしませんが、一つはね、ペーパーを、まあ、重さからアプローチするっていう発想です。一枚一枚こう数えるんじゃなくて、数える枚数が多いときは、まあ、少ない枚数を測ってみたときのグラム数で、なんかこう、重さでアプローチした方が早いかもっていう発想をしたという問題です。こっちは、物理の話につながってきます。これ今これ石ですね。大きな漬物石みたいなやつが板の上に乗ってるんだけれど、まあ、面に力を加えるときその面1平方メートルあたりに受ける力を圧力というっていう物理の話になっています。この2つを、まあ、比例か反比例かを使って、まあ、考えていこうという発想になっています。じゃあ、この2問行ってみましょう。まず紙がたくさんあります。25枚で 80g ということだけ分かっています。215枚欲しいんですが、何 g あればいいでしょうかっていう話です。もちろん、同じ紙を使うので、1枚あたりのグラム数は均一になっているということが大前提です。そうすると、アプローチは2つ。1つは、まあ、比で考えたらいいですよね。比で考えたらいい。で、そうすると、25枚で 80g ならば、215枚で何グラムでしょうっていう話なので、もうこれはまんま比ですよね。比でやってしまうとどうなるかというと、内積と外積は等しいので 80×215=25x で、両辺に5の倍数のものがあるんで、両辺5で割ってやろうと。先にね、計算は楽にするのに越したことはないので、で、こっちを割ってあげるとこれは5になるし、こっちは43かな。で、この時点で、まあ、割ってやってもいいかな。80も5の倍数なんで割ってあげましょうか。そしたらこっちはもう5で割り切れてしまって、x だけ残るし、こっちは16というのが分かる。あとは 16×43 を、まあ、筆算でやってしまえばいいよね。筆算だと早いかな。3×6=18、6×4=25、3×4=8×8=6かな。ってことは688と。688。つまり、X は、何グラムあればよいかっていう、この部分。この部分を X と置いたので、答えは、688g。っていうふうに答えればいいんだよね。まあ、ここは別に80で止めてから、80×43 を5で割ってもいいんだけれど、まあ、ここら辺は人それぞれの好みというかね。で、あとはまあ暗算は厳しいんで、私はもう筆算で早速やってしまったけども、計算ミスだけしないようにもう一回確認だよね。サブ6、18、1上がって4、6、20、4、2、4、1上がってるから25。で、1、3が3で、1が4でしょ。で、4、3だから8、8、6で合ってますね。っていう感じです。じゃあこれはもう一つ、どういうふうにアプローチすればいいかというと、25枚で 80g なので紙1枚分の重さが出てきちゃいますよね。そうすると、まあ80を25で割りましょう。まあ見やすいのは小数よりも分数でしょうね。25分の80、上下5で割れば、5分の16と。で、そうすると1枚あたりが5分の16なんで、216枚欲しいときはどうなるか。そうすると紙の枚数を x 枚、そしてグラム数を y グラムと置いてあげましょう。ちょっとこの括弧1番とは違いますよ。括弧1番は何グラムあればよいかっていう、このグラム数を x と置いたんで比で考えました。こっちは比でした。括弧1は比でした。でも2番は比例になりそうですよね。紙の枚数に紙の1枚あたりのグラム数をかけてあげれば、まあ、いいわけだから。で、そうしたら、1枚分の重さは5分の16グラムなので、これに枚数をかけてあげれば全体のグラム数になるよねっていうふうにしようと考えたら、もちろん紙の枚数、紙のグラム数に対する比例の式になります。そうすると y=5 分の 16x です。
で、今は215万円欲しいんで、ここに215を代入してみましょう。y イコール5分の16かけるの215。とすると、まあ約分できちゃうんで、まあ43かなと。そしたらさっきのこの式と一緒だよね。16×43 なんで、688。よって、まあ 688g と。同じ答えにたどり着きますと。はい。こんな感じで、比と比例の2つの方法で解いてみました。今回は比例反比例の利用というテーマなので、比例解いてしまうと×になる可能性が非常に高いので、比例の方をしっかり練習してください。ただこういう場合は比の問題でも解けるということも頭に入れておきましょう。別解としてね。で、難しかったのは何を X と置き、何を Y と置くかっていうのを自分で設定しないといけない難しさが実はあるんですね。今回の場合は紙の重さに対して枚数をかけてあげればグラム数になるんで、紙の枚数とグラム数は、比例の関係にあるっていうことに気づければこの式にいけるかなという。紙1枚分を求めてあげたら枚数かけてグラム数になる式に持っていけるなっていう発想にいけるかどうかです。ここがちょっと難しいところ。じゃあ今度はこっちの石の問題に行ってみましょう。面に力を加えるとき、その面 1平方メートルあたりが受ける力を圧力という。これはもう物理に関してもそのまんまなので、これはもう覚えましょう。これは圧力の定義です。これはものすごく大事なので今のうちに覚えてください。面に力が加わるときに、その面1平方メートルあたりにかかる力のことを圧力と言います。で、今 200kg の石にかかる重力は、まあ、200N です。これニュートンですね。ニュートンです。ってことは、これも大事ですね。これも大事なのは、はい。1kg 重は10ニュートンっていうことになります。まあ、約ね。約です。本当は、高校に行くと、これは 9.8 っていう数字になっていますが、まあ、今はね、10として。考えてもいいと言われているので、これは多分文章題の中で提案されますので、そのまま数値を使いましょう。200kg に重力がかかる場合、1kg 重あたり10ニュートン計算になってますね。10倍になってます。で、この石を支える面の面積とこの面が受ける圧力の関係を答えてください。つまり、この問題で言ってるのは、この石を支える面の面積と圧力をどちらかを X、どちらかを Y としてあげればいいという話ですよね。で、今回はちょっと、背伸びをしましょう。これはもう高校まで行ってもそうですが、物理において面の面積をどういうふうに表現するか。ここはね、面積に関しては数学も一緒です。多分、どこかでまた使ったことがあると思うんですけど、面の面積。面の面積は、S と置かれることが多いです。S と置かれることが多い。で、なおかつ受ける圧力。圧力は大体高校の物理もそうですけど、大体 P を使います。P です。大文字の P です。なので、今回は XY ではなくて S と P を使って、考えていきましょう。で、なおかつどういう風になるかというと、圧力は定義はこちらです。面に力を加えた時に、その面1平方メートルあたりが受ける力を圧力というわけですから、今、受ける力は2000ニュートンです。2000ニュートンなんだけども、圧力はそれを面積で割ってあげないといけないんですよね。なので、圧力の定義は、そこにかかっている力を面積で割ってねっていう話になっているわけです。いいでしょうか。これが実は和分数学のちょっと難しいところ。で、なおかつ今回は XY ではなく初めて P と S を使ってみました。なので、圧力はかかっている力を面積で割ったものですよ。そしてこれはもちろんニュートンと平方メートルなので、ここの単位はニュートンパー平方メートルというふうに書くわけですね。